じゃあクリエイティブっていう職業だとすると、はいはいはい、今だと多分、うん、じゃあウェブかって思うと思うんですね、うん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 、じゃあウェブプログラマーがいいってみんな言ってるよって、うんうんうん、ホリエモンもプログラムできるらしいよ、ひろゆきもプログラムできるらしいよ、うんうんうん、プログラマーだ、うん、だとやってみろって話なんですね。やってみろですよと。で、向く人向かない人がいるんでしょうね。まあやりたいかどうかですよね。ああいうのパソコンに向かってずっと黙々とやるわけじゃないですか。はい。ちょっと人と話さないとしんどいみたいな人もいるじゃないですか。あ、なるほど。一人で黙々とこうパソコンをずっと見て。そうですね、うん。向き不向きもあるでしょうね、そこは。で、僕とかはこうパソコン向かってずっとやってたりするわけじゃないですか、はいはい、そうするとよくずっといられますねとか言って言われたりしますよね、はい、あ、でもプログラムは好き、まあ、嫌いではないけど、あ、まあ、こう考えたりするのは好きですね。なるほど、うん、これだって僕もスキルはすごい高いわけじゃないんで、あ、プログラムのスキルがあるんですね。プログラムのスキルはありますよ。現場でずっとバリバリやってるわけじゃないんで、はい、スキルがすごい高いわけではないんで、あ、そうか、だとやっぱり適職は、うん、そっか、始めながら、うん、なるしかない。場所を探すんじゃなくて、うん、で それこそ最初に、例えばさっきの最初なんか下手なわけじゃないですか。何を始めても。でそうすると、あ、これ絵が下手だからってすぐこう慣れ出すわけじゃないですか。プログラムもそんな感じですか。プログラムも多分そんな感じですよ。最初パッと見た時にわけわかんないわけじゃないですか。そうですね、うん、まあ、こんなの無理って思って、だけど本当は続けたら向いてる可能性だってありますよねっていう。いや、あれってでも、うん、日に日に変わるじゃない、変わるっていうか新しいのが出てくるじゃないですか。はいはいはい。だからまあずっと勉強はしなきゃいけないって言いますよね、はい、それ、はい、それよく聞きます、はいはい、で無理と思いますもん僕っていう。でもこうやったら、あ、向いてるっていうのはあると思うんですよ。あ、意外に面白い、あの向いてるって感じる人もいるとは思うんですよ。あ、もちろん向いてないと思う人もいるとは思うんですけど、うん、あ、そっか、うん、だとそれに縛られない方がいいんでしょうね、うん、要はプログラムが大事って言ってるよ、うん、じゃあプログラムだ、うん、じゃないんでしょうね。まあきっかけはそれでもいいかもしれないですけどね。とりあえずやってみる、しばらくやってみるんですよ。あ、気になったら、そう、パッと見るだけでは多分何にも分かんない、何もつかめてない状態で、向いてるかどうかももう多分全然分かんない状態ですよ。プログラミングを始めるって言って、なんかこう本屋で本買ってきて、はい、なんとか言語とか買ってきて見ても多分最初さっぱり分からなくて、はい、僕ね2冊ありますプログラムの本で、ダメでしたね、こんなの絶対無理って思うわけじゃないですか、はい、そうじゃなくてこうしばらくやってみないと本当に無理かどうか分かんないっていう。まあ、あのね、あ、分かった、うん、本買うだけでもいいかもしれない、うん、僕あのプログラムの本、はい、あの文系でもできるプログラムの本みたいなの、うんうんうん、もう本でダメでしたね。うん、あ、でもそれやってないか、やってないのと一緒ですね、それは。とりあえずこうなんか作っていく感じじゃないですか。でそうやっていろいろ考えるのがめんどくさいわけですよ、あのプログラミングって。でその考えるのが好きな人がいる。ああ、なるほど。こここういうふうにしたらできるんじゃないかとかっていうのを考えるのが好きな人が多分向いてるんじゃないかなとは思うんですよ。それ適職ですね。そうどうやって探しましょうね、適職は、うん、でこうプログラミングってないものを作るわけじゃないですか。ゴール、こういうふうに動作するアプリを作りたいっていうゴールはあったとしても、はい、それをどう作るかっていうのはもう自分で考えなきゃいけないみたいな。なるほど。そうするとこうこれをこうしてこうしてみたいな考えるのが仕事ですよ誰か考えてと思いますもんねでそれができる人、それが好きな人が向いてるんじゃないかなって。あ、動かない時に何が動かないんだって。どうしましょうね、適職。まあ僕もそうです、うん、銀行の金利が、うん、あの住宅ローンの金利が、はいはい、これまでずっと低金利だったんですけど、うんうんうん、各銀行、うん、上げてきたんですよね、うん、これまで、うん、あの 0.00 いくつだったのが、うんうんうん、多分1とか超えていくんですよ。ゼロ金利が終わると思って、うんうんうん、やばいって。固定金利じゃないですか。まあ僕固定金利は1個抑えてあって、うんうん、ちょっとまあ変動のやつもあるんですけど、うんうん、これまた上がってきた時に、うん、この大人の適職問題もあるじゃないですか。悩んでるのは大学生ばっかじゃないんですよあ、自分この先仕事、そうそう、要は100年時代、うん、でも大人の適職は、はい、どう稼ぐかですよねどう稼ぐか、どう働くかなんですかね。というのは適職って自分に何が向いてるかじゃないですか。はい、もうなんか僕今更何が向いてるかとか考えないですもんね。何を考えて、どう稼ぐかですよ
それは何を売り物にしてます、自分ですか。まあいろいろですよね、全方向で考えますよ。どう稼ぐかですよ、まあ、YouTube もその一つじゃないですか。ありがとうございます、はい、皆さんありがとうございま す, ありがとうございます。皆さんのおかげで、はいはい、どういうことをすると、まあ、金になるのかを考えて、それが自分でできるかどうかみたいな、やりたいかどうか。そうなんですよね、うん、だってやっぱりあの僕はまあ、あのずっと、うん、あのお話をする仕事がしたいと思って、はいはい、でようやくここ、うんうん、で捕まえて、はい、出て出てって、うん、でようやく今こうやってちょっとずつ、はい、でここで YouTube で収益化が見えてきたので、うんうん、あの個人事業主になり、うんうん、で個人事業主になってちょっと思ったのは、うんはい、あのこれちょっとテンション上がりますね、うん、紙一枚で、はい、なんか紙一枚出すだけで俺は今事業の主なんだって思うとすごいテンションが上がっていて、これなんかみんなにおすすめできるんじゃないかって。要は商品は自分ですよ、まあ、自分じゃなくてもいいですよね、売れるものがあれば。自分じゃなくてもいいっていうのはね、僕ね、うん、大人になってから今の職業についてから、うん、あ、要は売れる人を捕まえて、うん、自分を通して売るみたいな、うん、でもいいし、物を売ってもいいわけじゃないですか。健康食品自分で作って売るとか、まあ、食品売るのはなかなかちょっとハードルは高いですけど、まあ、はい、まあ、でも DIY で何か作って売るとか。あ、そうです、 DIY は最近多いですね、うん、はい、っていうなんかいろんな道があるよっていうのは、うん、なんかその僕学生のうちからやっとけばよかったなとは今思います、うんうん、もう本当にその辺にいる大学生だったので、うん、はいはい、就職しか道がないと思ってたんですね、うん、だから就職ですよ、ね、で僕 も, 僕 も, 考えてもう就職しか考えてなかったです、はい、で要はそれしか道がないっていうのを、うん、本当に今の今まで思ってたんですよ、うんうん、僕は多分一人では生きていけない、うん、どこかの会社についていないと、うんうん、と思ってたんですけど、うん、その紙一枚、紙ペラ一枚ペロって出すだけで、うん、なんか主だと、うんうん、って思うと、うん、テンションが上がり、うん、どう自分を売っていくかとか、うんうん、っていうのに考えが巡るようになるので、うんうん、なんかそれはそれで早いうちから始めといた方が大学生ぐらいから、うん、っていうのもありなんじゃないとはちょっと思ってます、うん、っていうのはどう思います。うん、体調いつから始めましたっけ自分で。30ぐらいからもう自分の、はい、なんていうの、あ、30ぐらいは一緒に始めました、はい、なるほど。会社を一緒に立ち上げて、はい、一緒にやったんで僕は社長ではなかった。でそこからどれぐらい3年4年5年、ここがもう多分8年。あ、おめでとうございます、はい、8年なので、だから3年続く会社が数パーセントだっていう中、うん、はい、なんか子供の頃捨ててしまったものが実は、うん、本当はできたの、やりたかったことがあるんじゃないかっていうお話と、うん、なんかその自分で立つ練習っていうのはなんか僕は、はい、若い時から、うん、まあ、今思った時が一番若いなんて言いますもんね、うんうんうん、だとそういうのもなんかできるんじゃないなんていうのを思いながら、うん、山田玲治さんの番組を見てました、うんうん、岡田斗司夫さん、うん、また受け売りばっかなんですけど、はいはい、岡田斗司夫さんはその3万の仕事を30個持てなんて言いますけど、うんうんうん、1個の仕事、うん、あの太客1本じゃなくて、はいはいはい、細いのを何個か持ってると楽だよなんて、うんうん、1個潰れても大丈夫、そうですね、うん、言いますよね。なんか、まあ、太客をドンと掴むと、はい、多分そこの言いなりになりますよ。依存が始まりますね、うん、はい、うちが仕事を断ったらもう全部なくなるだろうみたいな靴舐めろよってってなりますよ、ね、はいはいはい。あとやっぱり、うん、そうですね、なんかちょっとずつそういうのを、うん、武器を増やせるといいですね、うんうん、はい、そうなんだ、武器を増やせるといいんですよ、うん、あのちょっと仕掛けを作ってみる、はい、自分のホームページを持ってみる、うん、自分の動画を YouTube で上げてみる、うん、インスタの人とつながれる場所を作ってみるとか、うんうんうん、あの人が嫌いでも人とつながるのは必要ですよね、うん、人とつながらないと多分社会を生き抜いていけないんじゃないかなと思いますよね。人が嫌いですって言ってたら多分、うん、人が嫌いでもいいけどですよ、なんとか人とつながる方法を、そうですね、うん、
本当にもう自給自足しかないですよ多分。だって僕たちというかビジネスやるとお金を払ってくれるのは人ですからね。そうですね。AI は払ってくれないですよね。払ってくれないですよ。AI は自分でやっちゃいますからね。そうそう、はい、っていう。あとはまあ大学生に対して思うのは、はい、大人も悩んでるよと思うんです。君たちも大人だけど、うんうんうん、50近い大人も適職で悩んでるよとは思うんですよ、うんうん、でもやるしかないんだよって、うんうん、